今回は新型プリウス専用の乗降時に傷つきやすいサイドステープ、外側の塗装部分を保護するパーツを紹介していきます。どうも、サンバイプロデュースのジンです。今回は新型プリウスの専用保護カサパーツを紹介していきます。今回紹介するパーツは、はい、こちらのソフトスカウプレートです。まず装着する前に装着箇所を見ていきましょう。前回紹介した内側スカーフォイドはこちらの樹脂部分だったんですが、今回はこちらの塗装部分ですね。ここも乗降時にかなり傷がついてしまうんですよね。しかも塗装なので塗装が剥がれたり欠けてしまって、そこから錆びたりなど、かなりデリケートな部分ですよね。後部座席や助手席側も内側の樹脂部分と同様に皆さんあまり気にされないので、絶対に傷がついてしまう箇所ですよね。そんな嫌な傷から大事な車体を守ってくれるのがこちらの外側スカーフォイドです。それでは早速装着していきます。はい、装着してきました。見てください、シルバーと思ったんでしょう。違います。今回はカーボン状を装着してきました。こちらも運転席側、助手席側ともにフロントリアの合計4ピースセットになっていますので、助手席側フロントピースから見ていきましょう。デザインはこんな感じになっていますね。外側スカーフォイドは鉄板の内側に滑り止めではなく、表面のラインを2本入れたデザインになっていますね。アクセントとしてこのラインを追加することでかなり質感の高いデザインになっていますね。内にはゴムを装着しており、ゴムのブラックとパーツのカラーがいい具合にマッチしていますね。そして今回の一番のポイントは、こちらの外側スカーフレートは一番傷のつきやすい縁を覆うようなデザインに仕上げていますね。なのでしっかりと傷を防止できますよ。このデザインにすることで一番心配なのはドア開閉時に干渉しないかですよね。もちろん厚みもしっかり計算して設計しているので、ドア開閉は取り付け前と変わらず干渉することなくスムーズに行えますよ。そしてリアのデザインはこんな感じですね。見てください、少し短め、ほぼ変わらないデザインですね。フロントとカラーは傷の目立ちにくいヘアライン加工を施したシルバーヘアラインとブラックヘアラインの2色とカーボン状1色の合計3色を ご用意しております。お客様の好みに合ったカラーをご選択ください。シルバーはアクセントになり、車内のイメージを明るくするような効果があります。ブラックは落ち着いたカラーで分かる人には分かる上品な高級感を演出できるパーツになっています。カーボン調はブラックをベースにした落ち着いたカラーに仕上げており、スポーティーな見た目にドレスアップすることができます。素材は高品質ステンレスササモを使用しており、耐久性耐食性に優れているので長期間ご愛用いただけます。こちらのパーツは取り付け位置を間違いやすくなっております。注意するポイントとして、上下の位置はもちろんなんですが、折り返しが角の部分としっかり合うようにするところを気をつけてお取り付けください。ここが合っていないと浮きや剥がれの原因となってしまいますので、必ず仮当てを行ってから装着してくださいね。はい、いかがでしょうか。ドレスアップするパーツも大事なんですが、こういった保護するパーツ、皆さん傷つく前に装着していただきたいです。すでに傷がついてしまっている方は傷隠しにもおすすめですよ。しかもドレスアップ効果もあるんですしね。今回紹介した外側スカーフプレートをサンブライプロデュース各店舗で販売しているので、気になった方はぜひ概要欄にあるリンクからチェックしてみてください。こちらの車種に掛け合わず色々車種のカスタマーズも販売しているので、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。チャンネル登録していただければ、あなたの愛車に似合うカスタマーズやメニュー商品が見つかるかもしれません。通知ボタンも忘れずに、高評価もよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。